欲しい漫画のリスト6位くらいから永遠に順位動かない作品ある。どうも余白です。ということでね、今回は今欲しい完結済み漫画トップ15やっていこうと思います。ちょっと前にね、関数が多すぎて手が出せていない漫画8選っていう動画を出したんですけど、今回はね、完結済みの作品っていうくくりで、今欲しい作品たちをランキング形式で紹介していこうというわけで、ございます。トップ15っていうことでね、作品数もかなり多くなっているので、早速ねやっていきたいと思います。はい、ということでまずは15位でございます。それがこちら、デイズでございます。最近ね完結したサッカー漫画ですね。僕ね結構サッカー見るのが好きで、週末はねもう必ず夜更かしして、試合を見てるんですけど、サッカー漫画はねあんまり読んでなくて、ちゃんと長く続いているのだと、実際にね持ってるジャイアントキリングとエンジェルボイス、そしてね友達に借りて読んでるアオアシ、この3作品くらいしかね、実際読んでないんですよね。それこそ正統派のね高校サッカー漫画っていうものを何一つ読んでないので、ここは抑えておきたいなって思ってます。ただね関数が多いので、電子でねセールしないかなってちょっと思ってますね。続きまして第14位はこちら、ドロヘドロでございます。数年前にねアニメ化して話題になった作品ですよね。その頃からねもうずっと欲しいとは思ってるんですけど、未だにね買えてないんですよね。値段がね、張るっていうのが買えてない一番の理由なんですけど、だからね他の関数少ない作品たちを優先しちゃって、未だになかなか手が出ていないという状況でございます。ドロヘドロはね、結構ね絵も迫力あるんで紙で欲しいんですけど、中古がね、なかなか中古でも高いので、安くなったりとか財布にねいっぱいお金が貯まったりするのを首を長くしながら、待ちたいなって思います。続きまして13位はこちら、重ねでございます。もともとはねこの作者の松浦だるま先生が今連載している太陽と月の鋼っていう作品の方をね、僕は先に知ってそっちを気になってたんですけど、そこからねいろいろ調べててたどり着いたこの前の作品重ねがね、もうあらすじが面白そうすぎて、もう完全にね太陽と月の鋼からターゲットがこっちに変わっちゃいました。醜い顔を持つ主人公が相手の顔と声を入れ替えることのできる口紅を手に入れるっていうお話なんですけど、このね設定あらすじだけで読みたくなりますよね。面白かったら最初に気になってた太陽と月の鋼も読みたいなって思います。続きまして12位がこちら、ニュクスのランタンでございます。これはね漫画沼で紹介されてた時に表紙と単行本の質感を見て欲しくなったっていう作品でございます。内容はねちょっと忘れちゃったんですけど、漫画沼っていうのはねかまいたちの山内と麒麟の川島がねやってるテレビ番組なんですけど、やっぱ漫画が好きな方はねもう全然楽しく見れると思うので、おすすめです。この作品ね6巻完結なんですけど、1巻の値段がねまあまあ高いんですよね。それでちょっと敬遠してたんですけど、今買わないとね近いうちに買えなくなっちゃいそうなので、これは早めに買っておきたいなって思います。ニュクスのランタンはね手塚治虫文化賞の漫画大賞を取ってる作品なんですけど、この賞がねまたまた渋い賞なので、それがね読みたさを倍増させますよね。続きまして11位はこちら、光の碁でございます。これはねもう正直今までいくらでも手を出せる機会があったんですけど、なんだかんだ読まないままここまで来ちゃっている作品でございます。いっぱいね単行本も刷られているので、古本屋とかでもねかなりよく見るんですけど、いかんせんね状態のいいものが本当になくて、新品で買うにしても、1万円超えるからなーっていうので、紙で買うのがなかなかに躊躇されるんですよね。完全版とか、それこそね電子とか他の選択肢も考えたんですけど、そっちにしてもねまあまあなお金かかるので、ぜひともね綺麗な中古を見つけたいところです。続きまして10位がこちら、バサラでございます。最近ね菅田将暉の主演で月9ドラマ化が決まったミステリーという流れ、その作者のね田村由美先生の前の作品でございます。僕ね、田村先生の作品は、さっきも言ったミステリーという流れの他にもねもう一つ読んでて、それがセブンシーズっていう作品なんですけど、もうねこれがめちゃくちゃ面白くて、
まあ、もう一つの代表作でもあるバサラはね、もう絶対に読んでおきたいなってずっと思ってるんですよね。まあ、ただね、かなり昔の作品なので、まあ、綺麗なものがなかなか売ってなくて、まあ、しかもね、文庫本じゃなくってこの新書のねサイズのものが欲しいってなると本当に見つからないんですよね。まあね、ちょっと文庫版で集めたいなーっていう気分にならないので、ちょっと新書版が欲しいんで、まあ、本腰を入れてね、ちょっとそろそろ古本屋回ろうかなって思ってます。続きまして9位がこちら、国国でございます。国国はね、まあ、僕アニメの方を見ててそれがめちゃくちゃ好きなんですけど、未だにね、まあ、この原作の方を読んだことがなくて、まあ、いつか欲しいなと思いながら、いつの間にかね、そこから3年ほど経ってしまっている、そんな作品でございます。アニメ版ね、本当に好きなんですよね。お話のね内容も本当に面白いんですけど、やっぱりね主題歌が本当に良くて、オープニングはねもう映像込みで、もう僕のね個人的なアニメのオープニングだったら3本の指に入るくらいにはすごいと思いますし、まあ、好きですし、エンディングもね本当にセクシーで最高です。まあ、僕がね、僕のリリックの棒読みを好きになったきっかけが、まあ、このアニメのエンディングなんですけど、まあ、そういったね思い入れもある作品でございます。本当に面白いので、まあ、僕はね原作読んだことないんですけど、アニメでもいいのでね、ぜひ見てほしいなって思います。僕もね早いうちにこの原作買いたいです。続きまして8位がこちら、カラクリサーカスでございます。藤田和弘先生の作品ですね。藤田和弘作品で言うと、牛尾と虎と僧帽亭壊すべしの途中までを僕は持ってるんですけど、両方ともねすごい中途半端なところまでしか読めてなくて、まあ、そんな中でこのカラクリサーカスが欲しいっていうのもあれなんですけど、まあ、ただね面白い漫画ってなるとたくさんの人が名前を挙げる作品でもあるので、まあ、いつかは読みたいんですよね。まあ、読みたいっていう気持ち的には、まあ、そんな感じでね、いつか読みたいくらいのものなんですけど、まあ、欲しい気持ちの方はねもうかなり強くて、まあ、その理由がね完全版で集めたいからなんですよね。まあ、僕の持ってる牛尾と虎が完全版なので、まあ、そこに合わせてねカラクリサーカスも完全版で持っておきたいなって思ってるんですよ。まあ、それでね、まあ、値段が張るので完全版は、まあ、何かのご褒美とかでね、まあ、いずれ自分に買い与えられたらいいかなって思ってます。はい、 YouTube 頑張ります。続きまして7位がこちら、ワンナウツでございます。邪道な野球漫画ということで、単純にね気になっている作品ですね。貝谷先生の作品って僕ねよくよく考えてみたら一作品も読んだことなくて、まあ、先生のね代表作であるライアーゲームもね、まあ、同様にすごく読みたいって思ってるんですけど、まあ、心理戦とかねお金が関わるダークな感じの雰囲気に野球っていう要素が加わってる分、ワンナウツの方がね読みたさがちょっと上回ってるかなっていう感じでございます。こういうね王道を外れたスポーツ漫画すごい好きなんですよね。続きまして6位がこちら、ランウェイで笑ってでございます。僕ねもう小学校の頃にジャンプと出会ってから今に至るまでずっとジャンプっ子で、マガジンの作品ってね本当に片手で数えられるくらいしか読んだことがないんですよね。別にね意識して避けてるっていうわけではないんですけど、まあ、ジャンルとかね絵とかなんとなくね自分と合わなくてなかなか手が出てないっていうわけでございます。まあ、そんなねマガジン初の作品で、今一番読みたいのがねこのランウェイで笑って、モデルを目指す低身長の少女とファッションデザイナーを目指す少年を描く王道ファッション漫画ということで、まあ、このね主人公が2人いるっていう作品の構成と、第1話でね2人の人生が交差するあのシーンがねめちゃくちゃ刺さって、まあ、試し読みをね読んでそこから即購入することを決めた作品でございます。まあ、そこからね、しばらく買えずにいたら、まあ、いつの間にかねこのランウェイで笑って完結しちゃったので、まあ、本屋からねなくなっちゃう前に、原作をね原作というかこの作品を買えたらいいかなって思ってます。続きまして5位がこちら、ピアノの森でございます。音楽を題材にした漫画って漫画で表現するのが難しいだけあって、それを見事に表現している名作たちはね本当にすごい作品ばっかりなんですよね。まあ、連載中の方でも音楽を題材にした作品で、まあ、個人的に欲しい作品がね、まあ、何作品かあるんですけど、完結済みの方ではねこのピアノの森がダントツで読みたいし欲しいです。全巻通した白い想定がね
本棚に置いた時にねすごく映えそうなんですよね。これまたね綺麗なものがなかなか見つからない作品なので、まあ古本屋とかで素敵な出会いがあることを期待しております。続きまして4位がこちら、瀬戸内海でございます。実写映画化もした作品ですね。2人の男子高校生が帰り道にダラダラ喋るっていうだけのお話なんですけど、そういうのね本当に大好物なので、まあ、紙で買っていつでも手に取れるようにしておきたいんですよね。実はね僕実写映画の方を少しだけ見たことがあるんですけど、瀬戸内海ってねなんか最後の最後で怒涛の伏線回収があるらしくて、まあ、それをね映画を見てる最中に、まあ、口コミを見て知ってね、まあ、そこで急いで見るのをやめました。発刊完結で集めやすい作品なんですけど、集めやすすぎるせいでね逆に後回しにしちゃってる作品でございます。続きまして3位がこちら、ランドでございます。前にね、まあ、なんかの動画でも言ったんですけど、これ本当に欲しいんですよね。12位で紹介したニュクスのランタンと一緒で、このランドもね手塚治虫文化賞の漫画大賞を取っている作品で、その怪しげなあらすじも相まって本当に読みたい気持ちがすごいです。完結したのはね割と最近なんですけど、なぜかね本屋でなかなか見当たらないので、まあ、それでねネットとかでいろいろと探してたんですけど、これはねもう近いうちに買えると思います。まあ、読んだらねまた購入品紹介とかの動画で紹介したいなと思っております。続きまして2位がこちら、星明かりグラフィックスでございます。僕がね最近食らった漫画家さんに山本和音先生っていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、そんな先生の連載デビュー作ということで、今めちゃくちゃ手に入れたい作品のうちの一つでございます。まあ、しかもねただでさえ読みたいのに、まあ、さらにね読みたくなる理由があって、この作品ね、まあ、芸術大学芸大が舞台のお話らしいんですけど、僕ね最近芸大が舞台になってる作品がマイブームになっているんですよね。まあ、創作の苦悩とか見えないものを追い求めていく感じとかはもうたまらなく愛おしくて、このね星明かりグラフィックスには二重のね期待が乗っかかっているわけでございます。ただね、まあ、なかなか売ってないんですよね。もう2年前の作品なので、まあ、これに関してはねもう関数も少なくて財布の事情を鑑みなくてもいいので、まあ、見つかり次第ねもうすぐにでも即決して購入したいと思ってます。はい、ということでね次が最後ですね、残すところ一つだけになりました。僕がね今一番欲しい完結済みの漫画はこちら、ポンコツポンコでございます。僕ね日常系の漫画がすごい好きで、まあ、好きな作品だと何度も読み返したりするんですけど、そんなね日常漫画っていう括りすらも超えて今一番欲しい完結漫画となっているのがこちらのポンコツポンコでございます。ポンコツロボットとおじいちゃんの日常を描いた作品なんですけど、絵柄もね作品の雰囲気もドストライクなんですよね。まあ、ただ集めるんだったらね帯付きで集めたくて、まあ、それがねなかなか見つけられなくて未だに買えてないっていうわけで、ございます。6巻のね帯には僕の大好きなそれでも街は回っているの作者石黒正和先生の推薦文と書き下ろしのね、まあ、それ街の主人公ほとりのイラストがあって、まあ、その他の帯もね表紙とあった可愛いものばかりなので、本当にね帯付きで集めたくて、これはね最後まで妥協せずに探し続けたいなって思います。はい、ということで今回は今欲しい完結済み漫画トップ15をやってきました。今日紹介した作品たちは長い間ね読みたいな欲しいなって思ってたものたちが多いので、まあ、関数とかにねよりはしますが2月に1作品くらいはね買っていけたらいいかなって思ってます。またね連載中のトップ15の方も動画にしてアップしようと思っているので、ぜひねチャンネル登録をしてそちらの動画も待っていただけたらなと思います。この動画のね高評価もぜひよろしくお願いします。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。